はい。みなと、今暇？え？ユノが行くというから来た。どうせ暇だろ、早く開けろ。おっす、お邪魔します。ああ、チキンとかピザとか途中で買ってきた。わあ、おいしそう、ありがとう。でもどうして急にみんな揃って？えへへ、それはですね、昨日カノンがここに引っ越してきたわけでしょ。だったら引っ越し祝いをしなきゃと思って。私のためにってこと？もちろん。ありがとう。この間歓迎会してもらったばかりなのに、私のためにまた。私はユノのためだけど。いや、さつきさん、それでもありがとうございます。私、とっても嬉しいです。そう言ってくれると思った。それじゃ早速始めようぜ。ほら、みなと、買ってきたもの並べろ。あとグラスとか皿とか。なんで誠が仕切ってんの？お兄ちゃん、誠じゃなく僕の指示で動くように。まずお皿とグラス。妙なところで張り合うな。言われなくても用意はするから。そうだったんだ。じゃあ片付けも楽だったね。うん、フウカちゃんたちがみんなやってくれたから。フウカ、ポテチ取って。うん、コンソメ味でいい？そう、ありがとう。ん？これは来たかも。他にも誰か来てくれるの？まあね。ちょっと待って、私が出るから。はい。あ、待ってました。そのまま入ってきちゃってください。鍵かかってないはずですから。お待たせしました。引っ越しそばならぬ特製引っ越しケーキのお届けです。香織さん？引っ越しケーキって。いや、途中で香織さんのところでケーキを買っていこうとしたらさ、特製のケーキを作って届けてくれることに。そうだったんですか。わざわざありがとうございます。ううん、いいのいいの。仕事上がりで帰るところだから。そうだったんですか。だったら香織さんも一緒にどうですか？おお、お兄ちゃん、たまにはいいこと言うね。香織さん、かのんちゃんの引っ越し祝い参加してくれる？え、いいの？何の問題もない。香織さんの方に問題がなければ。私はこの後は暇だけど。だったら特製ケーキ一緒に食べましょうよ。ね。そうね。それじゃ参加させてもらっちゃおうかな。実はこのケーキ、かなりの自信作なのよね。やったー。それじゃあ早速ケーキ切ってくるよ。ふうかちゃん、私も手伝うよ。いいからいいから、カノンは主役なんだから座ってろよ。ふうか、頼むぞ。了解。私も手伝う。それじゃあカノン、また明日ね。うん、また明日よろしくね。さてと、私はこれで。みんなまたお店に来てね。はいはいはい、もちろんですよ。香織さんの笑顔を見るためならば。ん？すみません、皆さんこちらのうちの方でしょうか？私たちは違う。家の人はそこの3人。何この綺麗な人、香織さんのお友達っすか？いいえ、知らない人だけど。失礼しました。私は市の保健課から委託を受けて調査を行っています。タブノキアキラと申します。保健課の方からっていうやつ、何かを売りつける詐欺じゃないの？あ？いえ、特に何も売ってはいませんが。ちょっとさつきさん、いきなり失礼だよ。ごめんなさい。タブノキさん？いえ、お気になさらず。それから覚えにくい名字だと思いますので、アキラで結構です。そうですか。いきなり名前で呼んでとか、さすがに大人の女性は大胆ですね。それで俺に何のご用で？いえ、あなたに用はありません。用があるのは女性の皆さんだけです。どうして？市からの委託で市内在住女性の健康状態を調査しているところなのです。こちら証明書です。はあ。こちらのお宅がサンプルの一つに指定されていまして、ご協力のお願いに来たのですが、お友達も一緒でしたら皆さんもご協力いただけないでしょうか？嫌だと言ったら。簡単なアンケートですので、ぜひ。急に言われても困りますよ。っていうか、そもそもなんでうちが指定されてるの？今回の調査は市内の医療機関とも連携して行われていますので、最近まで長期入院されていたご家族がいる場合、その方の追跡調査も兼ねてということになります。つまり私の調査っていうことですか？入院されていたのですか？ということは柊かのんさん。はい、そうです。そうですか。あなたがカノンさん、最近具合の方はどうですか？体の様子で変わったことなどは？何か体調面で不安なことや将来的に心配なことなどは？いえ別に。っていうか、昨日病院からこちらに来たばかりですし。そうですよ。具合が良くなったからうちに来たのに、急におかしくなったりするわけないでしょ。それにちょっと変。最近の病院は個人情報保護にはうるさいはず。それはそうだよな。あなた、本当にカノンのことを病院から聞いたんですか？もちろんです。個人情報保護というのは無関係な人に情報を渡さないということです。患者さんの健康を守るために治療を通して知り得た情報を使うことには何の問題もありません。それは入院の際、カノンさんにもご了承いただいているはずですが、承諾書にサインされましたよね。したの？カノンちゃん。承諾書。そういえばしたかも。入院の時いろいろと書類を書いたし。そうか。だとしてもカノンは疲れてるんです。アンケートだったら今じゃなく用紙か何かを置いていってください。なるほど。おっしゃることはもっともです。配慮が足りず大変失礼しました。いえ、いいんです。こちらアンケート用紙です。ご協力いただけるなら付属の封筒で投函していただくか、市役所のサイトから回答してください。では私はこれで。ああ、どうも。ちゃったぜ。何だったんだあの人。さあ、でもまああっさり帰ったところを見ると詐欺とかじゃなさそうだし、まあ別にいいか。それじゃあ帰るね。また。あ、はい、みんな今日は本当に楽しかったよ。また学校でね。あ、D4U から司か。しかしあのアキラってお姉さんけったいな人やったな。健康に関する調査って言ってたけど、それにしては少し変だったな。やけにカノンから話を聞きたがってたけど、あれは何だったんだろうな。かのんちゃんが体弱そうやったからかな。それ言うなら市からの委託って言うとったけど、つまり役所の人やないってことやろ。どっから来たねんって感じせえへん？確かに、どこだろうな。まさか詐欺師とか？いやー、どうやろうな。ああ見えて嘘とか下手そうな真面目なタイプの気するで。うちの勘がそう言っとる。あの調子だとまた会うかもしれないな。ほんならそこで聞けばええやん。結局はだな。カノン、出かける用意は大丈夫か？うん、大丈夫。いつでも行けるよ。それじゃあ行こうか。お父さん、お母さん、それからおじさん、おばさん、行ってくるね。行ってきます。んじゃ、そういうことで出かけるぞ。どうしたの？今朝から毎日この家からこの道を通って学校に行くんだと思うと、なんだかすっごく新鮮な気持ちで今日からは毎日一緒だよ。風花だけ別の学校だけどな。あ、そっか、風花ちゃんまだ中学生だもんね。なんだよ、別に通る道は同じなんだから、仲間外れにしなくたって。おはようみんな。おはよう。あ、ユノと先輩、おはよう。ユノ、今日は朝練ないんだね。よかった、一緒に学校に行けるね。え、朝練？朝練どうしたの？朝練はその体調不良です。突然の腹痛。え？だから急にお腹が痛くなっちゃったから私はお休み。でも登校前にはどうにか治りました。あ、そういうことか。つまりサボったと。いいの？そんなことして。いいじゃん、たまには。せっかく今日からカノンと一緒に学校に行けるようになるんだし。そう言ってくれるのは嬉しいんだけど、さつきさん的にはいいの？そういうの。ユノがいいというのなら私は構わない。そうなんだ。だったらいいんじゃないか。ユノも先輩もいいって言ってるんだし。そっか、そうだね。ユノ、それにさつき先輩、来てくれてありがとう。一緒に学校へ行こううん、行こう。それじゃあ出発。うん、やっぱり病院にいる時よりもぐっすり眠れるような気がして。そうなんだ、よかった。この声は。ああ、やっぱりだ。ゆのちゃん、かのんちゃん、ふうかちゃん、それと対馬先輩、おまけにみなと。そういう言い方するだろうと思ったよ。どうしてこいつがここに？そんな嫌そうに言わなくたっていいじゃないですか。俺はただパンを買ってただけですよ。いやー、それにしてもラッキーだったな。今朝は寝坊したんでゆのちゃんの朝練を見損ねたと思ったら。おいみんな、ちょっと待って、どこ行くの？行こう、関わらない方がいい。そうだね。さあ、かのんちゃんも行こう。え、でもまあこの反応もお約束みたいなもんだから。おーい、みんな待ってくれよ。待てってば。おーい、まったくひどいぜ。俺は何にも悪いことしてないのに。いいじゃないか、追いついてここまで一緒に来られたんだから気にするな。そうだね、みんな揃って学校に来られたんだもん。どうしたの？だってみんなこれから一緒に校舎に入るのに、僕は一人だけ中学へ行かなきゃならないんだよ。ああ、つまんないな。残念だけどそれは仕方ないかもね。そうそう、ふうかちゃん、頑張って早く高校生になってうちの学校においで。頑張っても早く高校生になるのは無理だよ。んじゃ地道に中学生をやるしかないな。頑張ってこいよ、ふうか。うん、わかったよ。それじゃあかのんちゃん、また家でね。うん、頑張ってね。終わったー、やっと昼休みだね。お疲れさん。授業中ずいぶん眠そうだったな。バレてた？バレてたも何も、あんな頭を揺らしてたら誰だって気づくって。先生だって気づいてたぞ。まあ部活で疲れてるんだろうって感じで見逃してもらってたけど。そうだったんだ。練習するのもいいけど、あんまり熱を入れすぎないようにな。うん、ありがとう。今日眠いのはまたちょっと別の理由なんだけど。どうしたんだ？昨日夜更かしでもしたのか？うん、見たい深夜番組があって、バラエティのトーク番組。お父さんからはさっさと寝ろって怒られるし、お母さんも夜更かしはお肌の大敵よって注意してくるし。気持ちはわかるけど、無理して起きなくても。録画して後で見ればいいんじゃないか？それ、ソータにも言われたよ。僕が録画予約しておくからって。家族みんな私に厳しいんだよね。はあ。お母さんは優しいだろ？うん。とっても優しいし綺麗だし。確かスウェーデン人だったよな。北欧の女の人ってやっぱり美女が多いのかな。どうだろうね。ロシアの人なんかはその分年を取るとすごいことになるイメージがあるけど、まあどんな姿になってもお父さんはお母さんを愛してくれるから大丈夫。すごい自信だな。だってお父さんお母さんを一生幸せにするからってスウェーデンから日本まで無理やり連れてきたんだよ。え、マジか。それって駆け落ちなんじゃ。マジだよ。うちのお父さんは外交官でしょ。それでスウェーデンに行った時、たまたまお母さんに出会って一目惚れして猛アタックしたんだって。お母さんは推しに弱いからついつい OK しちゃったとか。そうだったのか。人は見かけによらないな。そんな大恋愛をしてる人には見えなかったけど。人に歴史ありってやつだね。それに普段は外面もいいからお父さん。あ、今の一応内緒にしててね。お母さんからこっそり教えてもらった話だから。ああ、分かったよ。私も推しに弱いところはお母さんになのかもしれないな。どっちかというと似てるのは髪の色とか目の色じゃないか。あと可愛いところとか。自分で言うなよ。まあそんな感じで久しぶりにうちに遊びに来たりしてもいいんだよ。遊びなあ。もうずいぶん行ってないよな。小学校の頃とかはよく行ってたけど。そうそう、中学に上がってからは宿題を教えてもらう時くらいしか来てくれないもんね。そりゃまあなんというか、用もなく女子の家に行きづらいというか、なんかからかわれたりしそうだし。思春期ってやつだ。今だって思春期だってな。お前もそんなホイホイ家に男子呼ぶと誤解されるぞ。何言ってるの。家に呼ぶのは湊だけだから大丈夫だって。それにもし誤解される相手が湊だったらうちの家族みんな大歓迎だと思うよ。なんかただ遊びに行くだけですごく大ごとになってないか。まあ冗談は置いといて、ほんといつ来てくれてもいいからね。ちょっと言うの？お昼食べないの？さっさと来ないと置いてっちゃうよ。あ、ごめん、今行くから。それじゃあまたね。ああ、俺も誠となんか食べてくるかな。たまには誠と話して帰るのもいいか。おい誠、一緒に帰ろうぜ。いいけど参ったな。俺と一緒に帰るのはまずいのか。いや、そうじゃないんだ。ゆのちゃんを見て帰らないのは俺の主義に反すると思ってな。なんだそりゃ。ほら、ゆのちゃんから見たら湊を選んだわけだから、これって立派な浮気だろ。大丈夫だ。ユノはそんなこと一切考えてないと思うから。そうか。それじゃあ今日は特別だぜ。やっぱり一人で帰った方が良かったかも。ん？なんか言ったか？いや、なんでもない。行くぞ。それでお前はどう思う？ゆのちゃんの今度の大会。さあどうだろうな。あいつも頑張ってるけど上には上がいるからな。お前幼なじみだろ。もちろん全国1位って気前のいいこと言えないのかよ。俺はお前がどうって聞くから冷静に答えたまでで。はあ、ダメだ、そんなんじゃ。俺たちが諦めてどうするんだよ。一応言っておくが、俺は諦めたなんて一言も言ってないぞ。いいか、目指すは全国1位だ。そして全国区の知名度を得て俺たちのアイドルとしてのゆのちゃんは羽ばたくんだよ。でもよ、そんなことになったら今みたいに応援できなくなるんじゃないか。どういうことだそれ。そんなに有名になったらゆのは遠くへ行っちゃうってことだよ。今みたいに気軽に話すこともできなくなるな。何って考えればわかるだろう、それぐらいのことは。ってことは全国1位になってもらってはすげえ困るな。いや、それはそれで違うと思うが。やばいぞ、これは究極の選択だ。1位を取るか、俺たちだけのユノちゃんを取るか。あー、俺には選べねえ。まこと、お前は極端すぎるんだよ。結局どっちも選択できないな。まだそれ考えてたのか？お前はどう思うんだ？俺？そりゃ元気に頑張ってくれれば俺はそれでいいと思うぞ。結果は後からついてくるもんだからな。そんなもんか？そんなもんだ。じゃ、俺は帰るぞ。おい、待て。せっかくの機会だ。もう少しこのことについて議論をしようぜ。議論の余地はないって、俺の答えは出てるんだからな。それじゃあな。おい、逃げるか湊斗。おーい。何こんなにあるのか。覚えられるかな。お兄ちゃん。おーい、聞いてる？保護者ってわけじゃないけど、いつも一緒にいる俺がきちんと見てあげないと。お兄ちゃんってば、さっきから何ブツブツ言ってるの？びっくりした。なんだよ風花。ノックしても返事なかったからさ。ほら、紅茶入れてきたから。ありがとな。カノンはどうした？部屋で荷物の整理してるみたい。手伝おうかと思ったけど、一人の時間も欲しいかなと思ってね。そうだな、いつまでもみんなであんまり構ってると気づかれしちゃうかもな。うんうん、それで代わりにお兄ちゃんを構ってあげようと思ってさ。なんでそうなる？悪いけど今はちょっと無理だ。どうして？忙しいの？ああ、だからまた後でな。なんだよ、いいじゃんちょっとくらい。落ち着いたらな。もし学校で具合が悪くなった時には。なんだよ風花、危ないだろ。だって全然構ってくれないんだもん。つまんない。構え。あのな風花、俺は別にお前の相手をどうでもいいとか思ってるわけじゃないぞ。これもカノンのためなんだよ、分かってくれ。カノンちゃんの？どういうこと？ほらこれ見ろよ。カノンのこれからの生活について注意してほしいことだってさ。学校生活での諸注意、団体行動での注意点、食事制限について、緊急時には。何これ、こんなにいっぱいあるの？そうなんだよ。学校に通えるようになったって言っても、あくまで条件付きなんだ。カノンだってさ、日常生活に戻れて嬉しそうだし、ニコニコしてるけど少しは心細いはずなんだ。いつ何があるかわからないし、無理もできない。そうだったんだ。そんな不安定な状況なんだ。もし何かあったらどうする？俺たちがしっかり見てやんなきゃいけないだろ。ごめんお兄ちゃん、僕全然そこまで気が回ってなくて。まあその、分かってくれたならいいんだ。お兄ちゃん、それ僕にも読ませて。そうか、お前も見ていてくれると助かるよ。うん、お兄ちゃんじゃカノンちゃんといつも一緒ってわけにはいかないもんね。なんでだよ、俺はできるだけ一緒にいるつもりだぞ。もしかしてそれを理由にトイレや更衣室まで一緒に行く気なの？そんなわけないだろ。そうだな、そういう時はフウカに頼ることになるよな。ふふんでしょ。かのんちゃん心細いかもね。僕たちが支えてあげなきゃね。ああ。今のところもう一度お願いします。今度こそ。おお、ブラボーブラボー。いつ見ても最高だ。ゆのちゃんの演技はな。お前たちもそう思うだろ。そりゃ綺麗だなとは思うけど。ああ、マジで何回見ても飽きないよな。見るたびに弾むおっぱじゃなくて胸が魅力的でさ。言い直した意味ないだろそれ。まったくだ。ゆのちゃんの魅力はおっぱいだけじゃねえ。お前たちちゃんと分かってるのか。胸は当然だが、キュッと絞ったようなウエストかな。意外と小ぶりの尻もいい。そこから伸びるムチッとしつつ引き締まった太もも、最高や。ああ、まさに芸術。ゆのちゃん万歳。そうかそうかじゃない。まったくお前ってやつは。それでもファンクラブ副会長か。桃の木の下で共に誓ったあの日の思いを忘れたとでも言うのか。勝手に過去を捏造するな。俺もユノの応援はしてるけどさ、マコト、あんまりここで騒ぐとだな。ん？なんだよ。また来てる変態たち。先輩いつの間に。いや俺たちは純粋にユノちゃんの応援をしてるだけっすよ。不純極まりない声と顔、どうにかして。うがユノと同じ空間に変態がいるなんて耐えられない。いや俺たちはそんなんじゃなく、心から純粋にユノちゃんの応援をするものです。私も心から純粋にあなたたちがいなくなればいいと思ってる。できればこの世界から。広い心の友、親友よ、お前からも何か言ってやってくれよ、みなとって言ってるけど。まあそのぐらいで許してやってよ、さつき先輩。こいつだって悪気があったわけじゃ。ユノの部活を邪魔しようってつもりじゃないんだ。ただそう、どこまでも純粋に自分の欲望に従っただけっていうか。フォローになってねえだろそれ。うん、早く消えて、痕跡も記憶も残さずに、さもないと。あ、わかった、わかりましたから。まだ全然見てないってのに。ファンクラブ撤退、撤退だ。いや、さつき先輩が来た時点で他のやつらは逃げちゃってたけど。なんだと？みんなと、助け。まだグダグダ言うの。哀れなり。神代もユノの邪魔だけはしないで。ああ、来たのは誠に付き合わされたからだしな。まあ純粋にユノを応援してるよ。あいつすごいからな。理解してるならいい。私は戻るけど、またアスカヤが来たら追い返して、実力行使も許可する。実力行使ってさすがにそれはって言っちゃったか。にしてもユノ練習張り切ってるな。根を詰めすぎなければいいけど、まあ素人の俺が心配することもないだろう。そうですよ、ユノ先輩なら何でも乗り越えちゃいます。え？あ、夏目か。部活見学してたんだ。はい、ユノ先輩の練習を見逃すわけにはいきませんかいつ見ても素敵ですよね、先輩の演技。いいえ、演技だけじゃありません。練習に対する姿勢や周りに見せる優しさとか。はあ。おう、もしかして夏目もユのファンクラブに入ってたりする？ファンクラブですか？いえ、初めて聞きました。そうか。っていうかごめんな、あいつらと一緒にするのは夏目に失礼すぎた。そうなんですか？ああ、夏目もよく見かけるだろ。誠と野郎ども数人のグループをさ、あいつらがユのファンクラブなんだけど。ああ、あの人たちなんですね。いつも楽しそうですよね。楽しそうなのはいいけど、あいつらうるさいし、俺を巻き込もうとするし。まあここに来るたびさつき先輩に怒られて泣きながら追い出されてるけど、我が友ながら笑えるというか、呆れるっつうか。先輩もなんだか楽しそう。いや、まああいつを眺めてるのも楽しいけどな。ユノの邪魔になってるのはいただけないし、夏目はそういうのとはちょっと違うなって。大丈夫ですよ、なんたってユノ先輩ですから。先輩を思って送った声援なら自分の力にして絶対に応えてくれます。まあな。にしても夏目も結構なユノのファンだな。だって先輩素敵ですもの。私運動は苦手で何やってもダメで、正反対のユノ先輩にずっと憧れてるんです。そうか。それにしても夏目って。え、なんですか？私がどうかしました？ああ、いや、夏目ってもっと内気な子かと思ってたんだけど、ユノのことになるとずいぶんいろいろ話してくれるんだなーって思ってさ。あ、ごめんなさい。先輩のことになるとつい。いや、そういうところ悪くないと思うぞ。しかしそんなにユノが好きなら。いっそファンクラブに入るか？夏目なら先輩にも怒られないだろうし。ファンクラブですか？いいですね。あ、でも。いや、待て、あいつらと一緒にするのはやっぱ夏目に失礼だ。うん、名誉毀損で訴えられても文句が言えないレベルで失礼だな。そこまでひどいんですか？ああ、あんまり友達を悪く言いたくはないけど、間違いなくそこまでひどい。うん、あれに夏目を混ぜるのは良くない。ま、今まで通りが一番か。と言っても俺は別に積極的にユノの部活を見学に来てるわけじゃないんだけど。湊、何してるの？一人で残って誠と来てたんじゃないの？あれ、ユノ、あいつらはさっきさつき先輩に追い出された。それより練習は？休憩中。そういう湊こそ何かあったの？いや、俺は。さっきまで女子と一緒に見学してたんだけど、先に帰っちゃったみたいだな。俺も邪魔にならないうちにおいとまするよ。練習頑張ってな、ユノ。うん、ありがとう。カノン？どうしたんだ？まだ帰ってなかったのか？うん、帰りにお洋服を見てたんだ。クラスの子が誘ってくれたの。そうだったのか。いいの見つかったか？まだ買ってないけど可愛いのをいくつか見つけたよ。今度風花ちゃんと行ってみようかな。その時はみなとも一緒に行く？ああ、いや俺が行っても邪魔になるし、女子だけで楽しんでくれよ。ついでにユノも誘ったらどうだ？みなとのスマホ？ああ、メールみたいだ。ちょっとごめん。うん、どうぞ。風花からだ。晩ご飯の材料を買い忘れたから買ってきてくれだとさ。わあ、帰るのが少し遅くなってちょうどよかったね。ここからだとコンビニが近いのかな。スーパーになると。そうだな、遅くなるわけにもいかないし、コンビニで買っていこう。カノンは私も付き合うよ。お世話になってる身だし、このぐらいは手伝わないと。別にそんなの気にする必要もないけど、そう言ってくれるなら甘えさせてもらおうか。じゃあさっさとコンビニに行っちゃおうぜ。うん、行こう。頼まれたのはこれと調味料はどこにあったっけな。カノン。はぁって待てカノン、さっきからお菓子ばかりカゴに入れるな。でもほら、せっかくコンビニまで来たんだし、みなともこのお菓子好きでしょ。そんなせっかくだから精神はいらん。ダメ？そんな目で見るな。俺たちは晩ご飯の買い物に来ただけで。それは分かってるけど。はあ、やれやれ、仕方ない。まあ買いすぎなければいいだろう。カノン、おすすめのお菓子とかあるのか？うん、ここのコンビニだとあのシュークリームかな。甘くてすっごいふわふわなんだよ。ほほう。じゃあそれを3人分買っていくか。風花も喜んでくれるだろうしさ。あー、これこっちのお菓子もシュークリームにぴったりなんだよね。風花は台所かな。さっさと届けてくるか。うん、私は部屋に荷物を置いてくるね。あ、カノン、袋。まあいいか。いい匂いだな。何を作ってるんだ？お兄ちゃん、今日はハンバーグだよ。頼んだの買ってきてくれた？待たせたな。この辺に置いとくよ、使ってくれ。ありがとう。そういえばまだカノンちゃんが帰ってきてないんだけど、大丈夫かな？お兄ちゃん、何か知らない？ああ、カノンとは途中でばったり会ったから一緒に買い物をしてきた。すまん、連絡しとけばよかったな。そっか、ならいいんだ。体調悪くなさそうだった？元気にデザートを選んでたよ。お前の分も買ってきたから期待して待っててくれ。おお、ほんと？楽しみだな。どんなの買ってきたの？それは後のお楽しみだよ。あ、カノンちゃん、ごめんね、驚かせちゃって。買ってきたのは冷蔵庫にしまったんだけど、私も何かお料理手伝えないかなって。カノンが？うん、お世話になりっぱなしじゃ悪いし、あまり料理に自信はないんだけど、頑張ればうまくなるかなって。いいよいいよ、大丈夫。僕に任せてよ。ね？ああ、カノンが無理しなくても、風花は料理についちゃもうベテランの域に達してるからな。そう、そっか。ごめんね、突然変なこと言って。それじゃ私は戻ってるね。今日のご飯楽しみにしてるから。カノンちゃん、そんなにお腹空いてたのかな。そういう問題じゃない気もするけど、まあいいや、俺も手伝うからさっさと作っちゃおう。いただきまーす。おいしい。よかった。そのポテトは買ってきてもらったやつだよ。ささ、いっぱい食べてね。ありがとう。風花ちゃんもみなともすごいよね。こんなに料理ができて。私が手伝ったら逆にまずくなっちゃうかも。まあ料理は俺たちに任せてくれよ。慣れないうちは体力使うから、カノンに無理させたくないしな。そうそう、カノンちゃんには代わりにお掃除とか頑張ってほしいし、手始めに僕の、いや自分の部屋の掃除ぐらい自分でな。ぬいぐるみの手入れぐらいだろ、お前が真面目にやってるのは。私でいいならいつでも手伝っちゃう。ね、風花ちゃん。カノンちゃん。あまりこいつを甘やかさないでくれよ。ふん。後片付けは面倒になる前にと。あ、それじゃあお皿洗いは私がやるよ。料理の手伝いはできなくてもそれぐらいなら。大丈夫だよ。面倒ってのはちょっと言ってみたかっただけって感じだし、余裕も余裕ですぞ。なんだその口調。いつも面倒だって言ってたじゃないか。カノンがやってくれるなら。そんなことを言わずにお願い。私にできることをやりたいの。だってこれから一緒に暮らすんだし。あ、じゃあ今日のところはこうしないか。2人で一緒に片付けをやるんだ。1人は洗って、もう1人が拭いて。やれやれ。ま、今日のところはひとまずそうして、後で改めて分担を決め直そう。はーい。じゃあカノンちゃんによろしくするけど、無理はしないでね、本当に。このぐらい平気平気。ありがとね、風花ちゃん。はあ、やっと昼休みか。疲れた。ったく、半分居眠りしてたやつがよく言うぜ。昼どうするかな。外はいい天気だし、中庭で食べるのもありか。誠、お前どうする？何か持ってきてるのか？あ、俺はいつも通りここで食うぞ。クラスメイトと優雅なランチタイムを過ごしているゆのちゃんを見守らないといけないからな。うん、ストレートにキモい。捕まる前にやめとけよ。なんだと。とりあえず通報だけはしておく。さつき先輩に。それだけは許してくれよ、相棒。ほら、なんていうの、俺がゆのちゃんを見守るのはさ、いわゆる親心。当にやめてくれよ。別に悪いことをしてるわけじゃないだろ。ただ応援する女の子を見守っているだけで。よし、分かった。お前が先輩にいびられる光景を見守らせてもらうとするよ。頼むから。いやマジで。本当に捕まるようなことはするなよ。じゃあ俺は行くから。あれ、湊先輩。体育館以外で夏目に会うなんて珍しいな。2年の誰かに用事でもあるのか。いえ、そういうわけでも。まさかとは思うけど、俺の悪友みたいにユノのランチタイムを見守りに来ましたなんてことはないよな。なぜ目をそらす。ったく、せめて昼飯を食べてからにしてくれよ。昼休みになったばかりだし、夏目もまだ食べてないんだろ。あ、私は実はもう食べちゃったんです。マジで。意外と早食いなのか。ちゃんと噛まないと太るし、体に悪いぞ。大丈夫です。もともと少しダイエットしてるので、あまり量もなかったんです。でもダイエットが必要な感じには見えないけど。先輩。おっと、いや何でもない。そうですか。あ、でも何でもないにしても女の子をジロジロ見るのは失礼だよな。ごめん。いえ、私こそ声をかけちゃってごめんなさい。先輩、考え事をしていたのに。それはろくなことを考えてなかったんだし、むしろ現実に引き戻してくれて助かったんだけどな。先輩。ああ、いやいいんだそんなこと。それよりユノに会いに行くんだろ。そろそろ飯も食べ終わったんじゃ。なんてそんな用もないのに、私なんかがユノ先輩に。どうした夏目、なぜよろける。いえ大丈夫です。ごめんなさい。ただユノ先輩と2人でお話なんて光景を想像してしまったら、あまりの幸福感でついフラッと。ああ。すみません。私なんだか怪しいこと言ってますね。ごめんなさい。引いちゃいますよね。いやそんなことないって。でも夏目って本当にユノが好きなんだな。っていうか、夏目のそれ以外のことあんまり知らないな。私なんてそんな大したものじゃありません。私なんてユノ先輩と比べたら月とすっぽん、ミジンコみたいなものです。そこまでなんか面白いな夏目って。そんな好きなものがあるのは羨ましいし。そうですか。もしかして私、先輩にとても失礼だったり恥ずかしいところを見られちゃってます。おかしいです。私男の人と喋るのって苦手な方なんですけど、先輩が相手だとついたくさんおしゃべりしちゃって。いや全然 OK だ。そう言ってもらえるのは嬉しいぞ。俺もまあ楽しんでるしな。湊先輩ったら、あお食事に行く途中だったんですよね。ごめんなさい、なんだか長話をさせちゃって。トト、そうだったな。危うく昼休みが終わっちゃうところだった。じゃあ俺は昼ご飯食べに行くけど、まあ湯のを追い回すのもいいけど、先生に叱られない程度にしておけよ、夏目。先輩。おう、突然大声を出してどうした？私が先生に叱られないためにも、その先輩さえ良ければ一緒に。いや、でも私なんかじゃ。やっぱりいいです、ごめんなさい。そう？じゃあ俺から一つ頼んでもいいか？はい？今から昼ご飯を食べる予定なんだけどさ、寂しいことに一人なんだよな。まあ孤独のランチって気分でもないし、夏目がもう食べたのは知ってるけど、ちょっと俺に付き合って話し相手になってくれない？ダイエット中の女子にはきついかもしれないけど。はい、私でよければ。その、特に面白い話とかはできませんけど、頑張ります。いやいや、普通に話してるだけで面白いよ、夏目は。特に湯の関係の話になるとまた一段とな。そうなんでしょうか。先輩が楽しいと言ってくれるなら嬉しいですけど。おう、楽しいぞ。で、いい天気だし外に出ようと思ってたけど、なんか希望ある？お日様が見える場所なら屋上とかです？ OK、決定だ。屋上のレストランに、まあそんなのないけど特等席にご案内としよう。はい。先輩って優しい。本当にいい天気ですね。ポカポカして気持ちいいです。ちょうど入れ替わりでベンチにも座れたしな。じゃ、いただきますと。お日様の下でお弁当も喜んでる気がします。先輩のお弁当、本当に美味しそうですね。香りがここまで来ているような。そんな顔してもあげないぞ。ダイエット中なんだろう、夏目は。それはそうなんですけど。そういえばゆの先輩って料理はどれくらいできるんでしょう？どうだったかな。一通りできたとは。さすがに一流レストランのシェフには勝てないかもしれませんが、すぐにでも厨房に立てるぐらいとは思うんですよね。多分食材の目利きもバッチリご自分でして、いい玉ねぎだね、飴色になるまで炒めればルーにコクが出るはずとか言ったり。おう、カレー？それで完璧に晩ご飯を作って、帰ってきたご家族にささーっとフルコースを振る舞ったりして。カレーじゃなかったっけ？ゆくゆくは料理の巨匠とかになられたり。先輩、料理をお任せしても素敵です。そうなったらユノに立ちふさがるライバルも出てきちゃうんじゃないのか？俺だったらそうだな、